り数センチの不信感が挙句の果て静脈を刺しちゃって病弱な愛が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。ノンフィクション。数学と理科は好きですか？国語がどうもダメで嫌いでした。正しいのがどれか悩んでいりゃどれも正解というオチでした。本日の宿題は個性な僕のこと過不足ない自由ない最近に生きていてでもどうして僕たちは時々いや毎日悲しいって言うんだ寂しいって言うんだ黒板のこの漢字が読めますか？あの子の心情は読めますか？その心黒く染めたのはおいだれなんだよおいだれなんだよ。その晩でこの式が解けますか？あの子の首の輪も解けますか？僕たちこのまんまでいいんですか？おいどうすんだよもうどうだっていいや。で僕たちは存在な罪人に酔っていてどうしようもないくらいの強豪をずっとかくまっていたんだ。昨日の宿題は相変わらず解けないが過不足ない不自由ない最近に生きていてでもどうして僕たちの胸元の塊は消えたいって言うんだ死にたいって言うんだ黒板のこの漢字が読めますか？あの子の心象は読めますか？その心黒く染めたのはおい誰なんだよおい誰なんだよ。その晩でこの式が解けますか？あの子の首の輪も解けますか？僕たちこのまんまでいいんですか？おいどうすんだよおいどうすんだよ。面積の公式言えますか？子供の時の夢は言えますか？その夢すらドブに捨てたのはおい誰なんだよもう知ってんだろ。いつになりゃ大人になれますか？そもそも大人とは一体絶対なんですか？どなたに伺えばいいんですか？おいどうすんだよもうどうだって